5月の風は、真島ま夫作曲による1997年度、全日本吹奏楽コンクール課題曲、6、8拍子の更新曲である。作曲者のまじまは1985年に、吹奏楽のための公共支派の見える、風景、1991年に、コーラルブルー、沖縄民謡、タ茶舞の主題による、公共的印象を作曲しており、課題曲に選ばれたのは、 本作が3回目である。また、吹奏楽コンクール課題曲の中では、本作がマジマにとって初の更新曲である。マジマは本作に対して、吹奏楽の高度な曲に挑戦するのも素晴らしいことであるが、吹奏楽の原点には常にマーチがあると思う。そして、この曲は、表題音楽ではないが、全体的に爽やかな5月の風をイメージして欲しいと述べている。 本作は非常に人気があり、全国大会では全96団体中半分以上の52団体がこの課題曲を選んだ。特に大学の部では全12団体中11団体がこの課題曲を選んだ。マジマ自身が日本人が苦手なと曲頭字で述べている8分の6拍子で書かれており、形式としても 典型的なスーザースタイルであるが、曲の半ばでリタルダンドが入るなど、コンサートマーチの様式も取り入れている。金管のファンファーレに機関軍が呼応する形で曲が始まり、爽やかな5月の風を思わせる第一主題が流れる。金管低音群にフルートとクラリネットが応酬する第二主題が2回繰り返された後、曲はトリオに入って家族調に転調する。 クラリネットとサックスによるゆったりとした主旋律にフルートとピッコロが奏でる装飾的な旋律が小鳥のさえずりを想起させる。トリオも二度繰り返された後、金管軍と木管がこうして曲はさらに展開され、リタルダンドを経てから第三部を迎える。第三部の旋律はトランペットとクラリネットが奏する主旋律、金管低音軍が奏でる裏旋律に、 第2部から引き続き木管幸運群が奏でる、装飾的な旋律が優和し、曲を終える。ありがとうございます。